はい、皆さん、こんにちは、ムジ TV です。今回もウィニングルーム2018アプリやっていきたいと思います。ということで、毎週金曜日はオンチャレということでですね、今回はレアルマドリードスカット。確か11月ぐらいに紹介していると思うんですけれども、こちらのスカットでね、ちょっとオンチャレを制覇しようかなということで、ちょっとチャレンジ1だけちょっと動画撮れなかったんですけれども、チャレンジ2から、動画撮ったので、まあ、その様子をね、今回見ていければいいかなと思います。チタンってどんな監督だったっけな？もともとね、ベランジャ・オドランっていう名前で2017年いて、で、3トップだったんですけれども、ちょっとね、新しくなって1トップになってるという感じなんで、若干ちょっと弱くなっちゃったかなと。まあ、あんまり監督として使いづらい感じ。結構ね、コメントとかでもありましたけど、この形なんだよね、1トップで。なんで、3トップの方がちょっと強かったかなっていうのはあるんですけれども、まあ、監督として、ジダンをね、紹介してる動画はないんで、まだ上げてないんで、先日テクオリスもまだ 88% とかなんで、そんな高くないんでね、まあ、100になったらちょっと紹介もしようかなと思ってるんですけど、まあ、レアルはやっぱりベンゼマがいるんで、ロナウドはまあ左になるんですけど、ベンゼマがね、やっぱ高音低いんで、この試合はね、トップという形ですね。で、まあ、ハイライトでね、全部見せていきたいと思います。ということで、見ていきたいと思います。まあ、ラインはね、非常に高めですね。守備のあれは。すげえ、まあ、点の入り合い。すごい、あれだな。そう、もう点の入り合いになるんで、さあ、イスコですね。素晴らしい。さあ。まあ、一つ、やっぱこの形？うん。ワントップなんで、トップに当てて、2列目からイスコとか、レアルの場合、ベイルとか、が追い越して、点を入れるシーンっていうのが結構多いかなと。相手が、3トップなんでね、結構やっぱり点の入れ合いにはなるんじゃないかなと。うん、まあ、だから要は、1トップで、まあ、あんだけ前張ってると、これはちょっと怖いよね。裏にポン受けられた時は。ここなんだよね、ここ。うん、ここがね、まあ、相手の方の攻撃が非常にうまいんですけれども、やっぱ相手来ちゃうんで、だからやっぱ3センターバックにするなり、4センターバックにするのがいいのかなというところですね。これはでもこの高さでワントップは魅力ないな。それはね、そうだね。C よ。さすがにこのだけまあ高いんだったら前目にちょっと取りたいよね。すごい決め方されるな。さあ、序盤ね、もう1、2といった感じで。あれはしゃあないよな。しゃあない。あれはスーパーゴールですな。まあ、難しいよね。この監督を結構使いこなすっていうのは。そうだね。まあ特にこの、まあ縛ってるから、まあどうしてもこの。コンディション程度とかのね、あれもあるし。ぐいぐい行かれちゃうから、俺。さあ、3点目。これはまずいですね。前半でこの 1-3 の形ね、ちょっとここ前半1点欲しいところなんですけれども、ただ前線は言うてもロナウドがいるんで、57レベルの、ロナウドにボールを集めたいと。まあ、そこだけだね、このイスコ。そう、イスコとロナウドの関係ね。レアルの選手もね、俺ベンチ3人しかいないのよ、レアルの選手で。ナチョ、アセンシオ、誰かな、ぐらいしかいないんだよね。後半からの替えもね、なかなか難しいところだからね。だからモラタとか、ハメスとか、ペペとかがいた時が懐かしいよね。まあ、毎回オンチャレね、なんか似たような感じのスカットでやってるも面白くないから、こういう感じでね、ちょっとスカット縛りみたいなのをね、どうせならね、やっぱり選手もいるんで、しっかり。こういうのでやってみてはいいんじゃないかということで、ロナウドですな。イスコ先生との。イスコとロナウドでしかやってないね、今のところ。いや、攻撃のね、あれがないんだよね、あんまり。ベイルとか、まあでもね、だからこの監督でワントップだとね、ベイルとかが死んじゃうよね、完全に、この褒めは。そうなんだよね。入れてる意味ってなるもんな、ベイルを。さあ、こう来た。さあ、抜けてきて。いやいや、これはまあ思いっきり打ってもよかったかもな。ちょっとやってみたかったっていうね。あそこまでの過程が気持ちよくてね、いいね、みたいな感じでハマったんで。さあ、ここですね、ベイルがめっちゃ張ってるでしょ、外に。あれがね、結構厳しい。だから、トニクロのね、抜けちゃうんだよね。来ましたよ。もうノイヤーもね、両手で万歳して、もう怒ってる。あれでも出てこん、まあワンチャン出てこなくて、取っててもよかったかな。ノイヤーはでも攻撃的チキンでめっちゃ出てるでしょ。そこをまあちょっとついたゴールでもあるかなということで、まあここでね、4-3といった形で、
まあこれ1試合目、勝負。危ないね。いや、危ない。マジで危ない。もうね、結構ハラハラする展開になるぞ、これは。やっててすごい楽しい。まあ、TS も、89とか90なんだよね。なんで、まあ、はっきり言って潜っちゃいけないんだけど、オンチャレに。ただもうそんなことは関係ないぞと言わんばかりにね、まあ、潜ってるんですけど、まあなんとか勝利でね。これで、最後、チャレンジ3なんですけど、1と2をクリアすると、インテルとミランのガチャ。だ今回はね、2つレジェンド来てますから、結構、美味しい展開ですね。で、3をクリアすれば250なんで、だからガチャ3回引けると。なるほど。言った形ですね。もうね、これ、ベンズマがマジで真下向きすぎだからね、本当に。まあ、しゃあないね。誰かしら不調の選手使って。まあ、でも、ベンズマは、まあ、はっきり言って、ロナウドとちょっと被るし、まあね。まあ、ロナウド左で使うっていうのもちょっと微妙なんだよな。さあ、次の対戦とかで、シメオネですね。あのね、正直厳しいよ。本当に。シメオネは、まあ、厳しいな。この高いラインで。あんまり攻撃力がね、そこまでなんかバリエーションが飛んだ攻撃が結構難しそうな感じだからね。ここら辺守備が明るいんだよな。さあ、ここは、ああ、まずい。あーっと、折り返されて。この。で、ナバスが止めない。まあ、しゃあないね。まあ、止めんよ、あの黒のキーパー。結構、だから、やっぱりクルトワとかブフォンとか使って止めてくれたりとかするんだけど、デヘアとか。でもこれ星5でしょ、星 5?2500 からこれチンパは一応、レアル、うちの。だから星5でしょ、星5、うん、だから相手のマックスだとさすがに厳しいよね。別にナバ育ててるわけじゃないから。でも27ぐらいなんだけどね。まあでもなかなか厳しいな、そこ。結構前だとね、2017の時だと結構3トップで結構強い監督だったんだけどね、ベランジョードラン強かった。めっちゃ一気にこの1トップになってかなり使いづらくなったっていうのがありますね。使いづらかったー。おーっと、来た。いや、いいね。うわー、もう、たった方のロナウドさんやん。最高よね、やっぱりロナウドは。やっぱロナウドだけしかいねえからさ、ベイルとかもなんか不調になっちゃったりするしさ、ここぞとばかりにね、ロナウドをまあ走らせていくと言った感じですね。あとは6凸のマルコサー選手ね。あー、なるほどね。これもなかなか強い。確かに、6凸は選手は、重要ですね。6凸は選手、あとクロス。この辺ね、もうね、モドリッチで、おれーって。いや、強い。嘘だろ、これ。ラモスより先に触っちゃうからね。クソみたいなサッカーしとるよ。これしかないよね。いやいや、ロナさん。まあでも、これ実はタイミングあって、フラスルの。結構闇雲にフラスルしてても、絶対通んないんですけど、タイミングがあるんで、まあそれもね、また動画でできたらいいかなっていう感じで。フライパスの精度もね、結構闇雲に蹴ってもダメなんだけど。あとなんか、この前の、まあ、ちょっとアップデートあったでしょ、選手が変わったみたいな。はいはいはい、あれでちょっとなんかさ、まあ操作も、まあちょっとなんか、いろいろあって、その中でなんかちょっとやっぱ、モドリッチ、俺の中で株結構上がってんだけどね。あー、モドリッチ、ね。おー、すごい、誰？カバさんね。あー、素晴らしい。カバさん。これは素晴らしいですね。モドリッチいいよね。モドリッチはすごい。18の時、一回ちょっと、ん？みたいな。モドリッチ微妙かみたいな感じで、17の時は本当に強かったんだけど、18になってね、まあ一回モドリッチよりも守備固めた方がいいかなみたいな。感じのところあったんですけど、それも、今ちょっとまた、モドリッチ、いいんじゃないかなっていう。あとは、まあ、よりポグバとか強くなってたりね、するし、結構なんかそこら辺で、まあ、最近のその、アップデートで注目している、選手なんかもまた、紹介ね、していこうかなと思いますけど。さあ、カルボハル。さあ、気づけば一応逆転してると。うん。マジで競るからね、こうやって。めっちゃ競るんだよね。さあ、ロナウド。ロナウド、倒れん、ボディバラー、ガラド、トニクロ トニクロがヘッドで決めると。珍しいですな。これは、すごい珍しい。まあ、こんな感じですね。はいと。勝ちと。いや、結構危なかったね。いや、危ないし、本当に。普段だと、ジョルジュ・ジェズスとか、あそこら辺で星3とかで回って、手堅く、手堅く行くっていうぐらいで、まあ、そのスカートとかもちゃんとね、もう、隙がないようにするんですけど、これいかんせんね、レアルの選手しか使わないっていうあれなんで、まあ、ベンチまたベール下向いてるしね。マジでさーっていう、ね、ベール高音なんぼだ。いや、7あるし、確か。どうした、ベール嫌か、なんか、ね、やっぱ嫌いなんじゃないかな、この監督の褒め。
なんかね、これマジで買えるところいないから使うしかないんだよね。言うてもケイル・ナバスとかさ、替えのキーパーいねえし、うん、モドリッチとかも人だし、ベイルとアセンシオが真下はないわ。さすがこれで星5はなかなかの鬼畜ですよ。いやこれきついわ。チームパンも2504じゃん、うん、まあまあ高い人来るんだよね普通に。星5同士でやるんで、まあね、もうこの辺は厳しいぞと。お、ここね。さあ、最初奪われて。アサレス怖いよ。おい。危ねえ。ナバスが初めて止めた。ナイス。いや、いいよ。素晴らしかったね、今。さあ、高い位置。ここ、おにぎりくん。あー、来た。握っちゃえ。オッケー。おにぎりくんがね、今まで一回も試合出てなかった。2試合とも全部ダメだったんだけど、ここに来ておにぎりくん、調子ここ整えてきて、まあ、ロナウドくんがサイドにいると。言った、初めてこの形。ロナウドサイドなぁ、もったいねえんだよな。もったいない。チオ、ロナウドは絶対チオの方がいい。まあ、でも、ベンゼマはちょっと久しぶりに使うしね。そう。ベンゼマ、元気してたかみたいなね。うん。あんま使ってる人もいないよね、やっぱベンゼマは。うん、あんま見ないかな。ね、オンチャイドは見ないね。これね、多分ね、ウィアプラあるあるなんだけど、うん、ベンゼマね、コンピにいると超ざいよ。ああ。あおい。素晴らしいじゃん。素晴らしい素晴らしい。あのね、結構やっぱり、なんつうの、癖のある選手なんで、ベンゼマも。だけど、結構、なんつうの、体強くてこねれる選手なんで、やっぱりコンピとか使うとめちゃくちゃうまいんだよね、ベンゼマ。そんなになんかね、久しぶり見たなって感じだったね。そう。アプリとかでも対戦する、そのアイテムの中にいないからね。いないね、ベンゼマ。まあ、コーンも5だしな。うん。ちょっと低い。あ、怖い。ああ。いや、これ結構コース甘いぞ。まあ、でもこれしょうがない。ハメスの右。いや、これはね。ナバスの縁は止めない。うん、しょうがないね。あそこ全く寄せてないしね。うん。うん、結構止めてほしいところでありますが、さあ、イスコ先生からナチョ。ナチョ結構いいんだよね。おー、行くか。おすごいな、おい。まあ、ロナウドはね、これが狙えるね。やっぱり、サイドに置いとくと、走り込んできてズドンみたいな。レアルスカットはこれができますわ。そう。だから、結構、厳しいかなと思っても、まあ、前の攻撃力あるから。ただ、またちょっと違うね。チームで縛って。おもろいかもしれない、ね。うん、やっても全然おもろいなっていう感じ。うん、まあ、この間はね、おーっと、これ来た。さあ、イスコ先生。よいしょ、決めない、決めないと。まあ、ああいうのあんま好きじゃないのかもね、イスコ。この間、日本代表でやりましたけど、うん、まあ、やっぱり一試合やるよりも、何試合かして、で、そのやっぱり、いいところじゃないですけども、ハイライトみたいな感じでね、流した方が結構いいのかなといった感じで今回やってるんですけど、次ね、パリとか、あとマンチェスターシティとか。そうだね、作った過去のやつとかもあるから、そういった選手たちで、まあ、今回はね、ちょっとやっぱロナウドを生かしてやってきて、まあ、またパリ・サンジェルマンとかマンチェスターユナイテッドとちょっと違ってくるし、うん、そう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 。うん、こういうのはオンチャレでね、やるとおもろいね。うん、スティとかね、スティとか。まあ、大体星5になってるしね。そう。よいしょ。ウェーイ。これ慣れてきたかな、ちょっとこの監督に。そう、あのね、3戦目にしてようやっとね、ちょっと攻撃の形が分かってきたかなといった形ですね。うん、最初使った時すごかったね。分かんないもんね、最初はさすがに。何が何だろう。初戦が一番ちょっとこける可能性が高いっていう感じで。さあ、ここもね、もう前高かったら高くもう行くしかないんでね。そう。さあ、どうした？オッケー。あ、どうした？言った形なんですが。あれ、あ、え、なんかやった？あれ、多分ね、行為じゃないんですよ、多分相手の方。普通にやっぱりシュート。ああ、こぼれ球でよくやっちゃうよね、あれ。これはでもちょっと最悪だよね。そう、マジ退場しちゃったよっていう形。なんか、イエローでそこよくねっていう。あれなんかめっちゃあるよね、あの形。さあ、モドリッチ。モドリッチ。素晴らしい。うわー、すごいな、これ。風見色。あ、おにぎり。ああ、すごいな、これ。なんかちょっとレアルっぽかったね。レアルっぽいでしょ、今の。まあ、風見ろがあんなに上がる。まあ、ないけど、なんかこれ、ウィーレの話なんですけど、うん、2016年っぽいというか。ああ、はいはいはい。うん、ダイナミックなんだよね。うん、まあ、現実とは私は違うのかもしれないけど。まあ、そうやね。ポーンって思いっきり蹴ってね。裏にね。あんな感じでしたね、2016。懐かしいよ。いいなー、すごい。やっぱすげえな、決定力やっぱ。すごい、マジで。研ぎ澄まされてんな、うん、やっぱさすがだよね、あの辺のゴールの嗅覚はね。うん、ということで、まあ、ほぼもうこれで勝ちでしょうということで、勝利ですね。まあ、これ一応やった中で、最初の試合はないんですけれども、うん、まあ4勝0敗で、うん、まあ、一応終えることができて、まあ、土は危なかったけどね。危ない。もうレアルはちょっと正直あんま使いたくない。まあ、監督がね、3トップとかなれば全然使いたいけどね、むしろ。そうなんだよね。まあ、ということで、これで、合わせてガチャ無料3回引けるんで、無料でね。はいはいはい。最後ちょっと引いていきたいと思うんですけれども、そうだね。
そうね。無料で3回引いていきたいと思います。はい、ということでガチャね、最後パパッと引いていきましょう。キャス。さあ、頑張ったぞ。おー、光ってる。金閣いいよね。頼むぜー。おい、金閣インテルだったらあれだもんね。あ、ずれよずれよ、はい、惜しいでしょ。わえ、バカ横やん。新しい中入れとこうかな。うん、いいんじゃないかな。こっちこっちこっちだったら金でも全然いい、ね、そうそう、金はレジェンド。なんだ、黒のキーパー。あ、取る。カモン、来い。もみもみ。あ、金冷める。あ、くそ、俺じゃない。俺じゃない、俺じゃない、お前じゃない。あー、ティお前何してる。いや、あのスターウォーズの中ばっかの前。お前何も後ろの髪の毛つかんでんだよ。いや、なんか俺じゃないって、なんかすごいすごい、なんかいい選手が来たなと思って。何してんねんよ。興奮してスターウォーズの真似しちゃって、中ばっかの。はい、ちょ、あと1回無料で引けるんで、どっち引く。いや、インテルだろう、言うて、ね、やっぱりね、そのキなんつうの、レジェンドのキーパーが欲しいな。なるほど、俺的には。そうそうね。うわー、あ、銀ですね。まあ、それは、そ金でも可能性あったんだけど、お、GK 来てるわ、一応。ということで、間違いましょう。さよなら。バー。